はい、じゃあ次は9面ですね、いきましょう。てか色使いは同じですね、もう表面とこれはどちらかといったら。そういう意味でデジャブっていうのもあったりする。わあ。それはないでしょう。テイク2。ちょっと微妙な処理落ち感あるかもしれませんけど、ご了承ください。ちょっと待って、こうで。とりあえず右側をどんどん攻めてきたうちは。オレンジとかね、あれ、ちょっと待ってよ、まずこれまずいな、危ない。ちょっと待って、どこで入れんのこれ。撃っちゃったけどさ、ちょっと待って、やめてやめて、もうやだもうやだ、マジでやだ。これでやっとできた。なんで視点が端っこにあんの？っていうかよく見たらついてるじゃん。ちょっと待って、考えさせてよ。ちょっと待って、なるべく柏処理したい。こっちは OK で、さあ問題が反対側ちぎれた。ちょっと待って、これで OK、 カシャ消えて、これで OK でしょう。何このめんどくささ。9の3、これは視点が2つだよね、それだけ確認。まあちぎれるものはちぎっていきたいですけどね。うわ、ちょっと待ってよ、9の4。なんかこれかよ、ちぎれたからいいけど真ん中処理しないとまずダメですよね。あ、失敗した。ちょっと待って、それはない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 、もうダメだよこれじゃ。ちょっと待って、ごめんなさい。もうやけくそになってる。
こっちから攻めてもダメか。こうしといて、あ、これでいいのか。うわぁ、なにこれ。9-5。一段ずつ違うってのがな。ちょっと微妙に気に食わなかったりするんですけどね。おい。で、1個消えた。ちょっと待って、これ死亡フラグか、もしかして。それはなかったか。いや、いや、死亡フラグだ、これつけてもこうなっちゃう。テイク2、ゴー。なんか今2台目のパソコン見たらなんかノイズが入ってるんですけど、音声に。なんでエアコンかな。いや、エアコンでノイズ入るってなったらちょっと環境を見直さないといけないですね、個人的には。緑切り離したくないな。こうで、こうで、OK です。